カバーに入る。ツーアウト。少し足元が滑りました。もうやれやれという風な気持ちでしょう。スタンリッジもあと一人です。ピッチャーの中田に代わって代打向井がコールされます。ツーアウトランナーなし。いよいよあと一人です。5勝目目前になりました。スタンリッジ中6日での今日のマウンドでした。松山の坊ちゃんスタジアムにもあと一人のコールが流れます。三遊間の当たりです。カープはこれが7本目のヒットになります。ツーアウトから迎えが出ました。もったいないですね、野球は何が起こるかわからないので、はい、1球目の空振りを見ればね、もう1球ボールで振らしても構わないところだったんです。ストライク取りに行ってしまいましたね。もう若いバッターは何でも振ってきますからね。ちょっともったいない。向かいで試合終了にしたかったですね。1番の天谷です。さあ仕切り直し。2アウト1塁と変わります。一塁二塁です。痛烈な当たり。こうなるんですよね。さあ一塁二塁になりました。こうなるんですよね。同点のランナーが出ました。アマヤ。一球ですよ。たった一球の間違いがですね。を一二塁にさせてしまうんですね。本当向かいの2球目ですよね。選択ミスが。なかなかすんなりとはいきません。これまたちょっと。間を取ります。明日もやっぱりちょっと気持ち悪いでしょうからね。明日だって気持ちよく今日を終わるっていうことがね、はい、短縮切り直して2アウト1塁2塁。バッターが菊池、阿部に代わって代打菊池がコールされます。ルーキーです。ルーキーですしね、本当に間違えなければですね、はい、もう打ち取れるバッターなのでね。中京学院大学からカープ入団、そのルーキーに対します。中東が代走に起用されています。セカンドのダイソール。戦がこのところ取れていないだけに本当に大事な今日すぐ下5位とのカープとの対戦です。今のスライダーの、ね、空振り見ればですね、はい、ほぼどんな選択をしてもっていう感じは
あの受けますけども、ね、はい、より慎重にですよ、その石橋を叩いても渡らないぐらいの配球をしていかないとダメですね。ほぼこういうバッターはまっすぐのタイミングで変化球に対応しようとしていますので、ね、はい、遠くへ遅くですよ、内へ早く、はい、ただ間違ってはいけないので遠くへ遅くの選択の方がいいと思いますね。なるほど。三塁を回る、1点差になりました。榎木田がルーキーに打たれた、3対2。明らかにベンチの表情ムードも変わっています。でこういう流れムードをやっぱり断ち切らないといけませんよね。神宮でも嫌なことがありましたんで、見てください、内側に遅くですからね、さっきの言ったボールとは反対なんですね、まあ、もちろんコントロールミスもあるんでしょうけど、はい、打たれるべくしてこの向井とこの菊池には打たれてますね、はい、あと1人のところで榎木田が踏ん張れるかどうか。3番の添木を迎えました。ませんよね、でも簡単に打ち取れたバッターなんですよ、向井にしても菊池にしてもね、きちっと攻めていれば、はい、その通りですね、あと一人から粘るカープ。レフトはもっと前の方がいいですね。外野の守備位置、守備位置が後ろですね、はい、ここは勝負してほしいですね。ワンボールツーストライクと追い込んだ、うん、ほぼど真ん中ですね、はい、これはラッキーストライクです。あと1球まで来ました。榎木田点差、アンバウンド、この間にランナーが進む、すかさず二塁三塁となって一気に一打逆転のシーンになりました。来ますね、カープ。いや、タイミング合ってませんよ、そういう。強気は、はい、慎重に攻めることです。あのシチュエーションはどう変わろうとですね、はい、このバッターを打ち取ればいいんでね、タイミングが合ってませんから、あと1球です。はい、外に逃げるチェンジアップをしますか、ね、落とすボールがいいですね、外に、その方が空振りは取れます。本当にタイミング合ってたらああいうファウルの仕方はしませんし、はいはい、必ず前に飛んでます、まあ、ヒットになるか凡打になるかと思うか、はい、タイミングはそういうふうに合ってませんのでね、長いミスを絶対しないことですね。そして逆転のランナーが帰ってきた。信じられないこの松山の悪夢。勝っていたゲームが反転しました。
松山の悲劇です。いやこんなことがあるんでしょうか。見てください、三振。これで2者が帰ります。逆転です、4対3。こんなことって広沢さんないですね。経験見たことあんまな、見たことないですね。見た初めて見ました。ツーアウトランナーなしですね。ワンストライク後からですからね。はい、なんと一気に逆転です。試合が終わっていたはずです。そして4番の岩本、ちょっと場内も呆然というような雰囲気になりました。ライトを襲う大きな打球、最後は柴田が取ってここでスリーアウト。しかし本当に信じられないようなシーンが目の前で繰り広げられました。広島9回の表一気に3点を取って逆転です。誰がここに3という数字が入るということを想像したでしょうか。榎木永9回のマウンドに上がったわけです。あれちょっとあのシーンで記録が聞こえなかったんですけれども、はい、記録、まあ、榎木田のワイルドピッチということなんですけれども、ああいうことがある信じられないようなシーンでした、まあ、あと1球まで行きました。小宮山のミスですね、まあ、ワイルドピッチになりましたけれども、はい、確かにあの小宮山のフォークがですねスライドしたんですよ、はいはい、小宮山のフォークがもしかしたらスライドすることないかもしれませんけど、あ、榎木田の、あ、榎木田のね、榎木田のフォークがスライドしたんですね、はいはい、で取り損ねたんですけども、うん、それにしてもノーバウンドだったんでね、あれはもう小宮山が抑えてあげない、うん、抑えてなくちゃダメですね、うん、スタンリッジの心境はいかばかりでしょうか。一、二塁間のあたりですが木村が最後さばいて試合終了。お伝えしましたように4対3で広島カープがタイガースを下しました。松山の悲劇、松山の悪、信じられない大逆転負けでした。初めて見ましたよね、ああいうシーン。まあ、広沢さん、明日もゲームは続きますからね、はい、うん、もうこの負けは非常に痛いし、非常に重いですね、まさかですよね、本当にそうですよね。試合があそこで終わったはずだったんですけれどもね、三振で。まあ、その前の向井の、ね、2球目も本当に悔やまれる選択ですしね、はいはい、うん、ため息しか出ないですね。野球は2アウトからと言いますけれども本当にそういうことが起こるんですね。いやでもこの試合、こういう試合はめったに起こらないですけどね、はい、ああいう展開は見たことありませんので。